ユニコンは東日本フェリーが運行していたジェットフォイル及び高速フェリー。1990年代に函館港と青森港を結ぶ青函航路に就航したが、いずれも陶器の血行多発と燃費の悪さによる不採算により短期間で運航を終了した。同航路には後にウェーブピアサー線形のナッチャンレラ、ナッチャンワールドも就航するが、同じく短期間で運航を終了している。 初代はボーイング929を川崎重工業がライセンス生産したジェットフォイルである。川崎重工業神戸工場で7番手として建造され1990年に就航した。函館青森間を公開速力43ノット1時間40分で運航した。旅客定員は233名であったが自動車の構造ができず燃費が悪く、 また、陶器の結構多発で採算に合わず1996年に廃止された。その後、九州商船に売却され、ペガサスにとして長崎下五と上五島航路に就航している。二代目は三菱重工業が開発したウォータージェット推進の単動型高速フェリーである。1991年からの初代ユニコンは自動車構想が不可能なことから、 モーダルシフトを考慮し、新造船投入を決定し、JR の特急列車に対抗すべく、人も車も乗せて、青函航路を2時間で航行するという条件を、三菱重工下関造船所に提示。高速フェリーは総動型が主であったが、津軽海峡の西からの波風による操縦困難を考慮し、単動型を採用。また、 日本では船体にはアルミが使用不可能なため軽量な、高張力鋼を使用。推進装置は4機4軸方式で、主機の無つ製の中速ディーゼル機関から、優勢歯車型減速機を経て、亀和社の単断軸流型のウォータージェットポンプを駆動している。ウォータージェットは4軸ともそうだ。反転装置符である。操船は軽量な船を扱いやすい、ジョイスティックで主に行った。 試運転最大速力は42.4ノットで、単動式高線では世界最高速を記録し、高快速力35ノットで就航当時は国内最速のフェリーであった。船内は1階に334席2階に73席とサロンスペースを設け、車両搭載数は乗用車78台、大型バスも5台積載可能であった。 シップ・オブ・ザ・イヤー97を受賞している。カラーリングは、他船との差別化と高速船としてのアピールをすべく、三菱の用意した十数種類のアンから、青と紺色のツートンカラーを採用。光線規則の船体4分割時の4分の1より、前へのマスト設置義務を考慮し、中央部に近いブリッジから伸びる、最初のマストを前向きにしている。 1997年6月5日に就航、函館青森間を2時間で運航したが、燃費が悪くまた、陶器の結構多発で採算が合わず、2000年11月に運航終了した。その後、数年間三菱重工業にて継戦された後に、台湾へ売煎された。2006年から2013年頃には、今日の星として、台南阿弥陶宝湖魔高港間を2時間で、 夏季運行していた。その後、2013年に台湾の飲食系企業である東東山飲酒団が購入し、東東の星に改名し、レストラン船としての改装を受けている。船体の改装が完了した東東の星は、2015年9月16日に台中から阿弥陀港へ栄行された。今後、船内の改装が進められ、ビュッフェレストラン、 宴会場などが設置される。関係機関の営業許可が降りれば、台南発のレストラン船として運行される予定とされていたが、2019年時点では、船舶の検査基準に、レストラン船に関する規定が存在しないため改装が行われず、阿比良港での停泊が続いており、台南市政府が管理方法の策定を検討するとしている。ありがとうございます。